こんにちは、加藤理香です。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。あのさ、土作りの前の準備段階をルーティーンとして撮影しようかなって思ったんね。でね、ここにスマホを設置してやろうかなと思ったらね、この木の中にね、鳩入ってきた。聞こえるけ、泣いとる。おかしくない。でもあんまりさ、でっかい声出したら逃げてくるかな。気になる。ちょっと、聞こえる？何の動画かわからなくなってしまうけど。ちょっと鳩を撮ってみようか。ここ、わかる？飛んできそうかな？怖いよ。鳩はもう飛んでいってしまったぞ。ここです。何かと雑音ばっかりですみません。こちらは南側のコーナーなんですけど、ヘリコプターか。南側のコーナーなんだけど、縦100センチ、横120センチで、今放置しとるんよね。チューリップはもう取ろうかなって思っとるん。で、この奥の方、生垣なんだけど、生垣の近くは陰でね、全然植物育たないんで、こっち側も同じような感じです。ジギタリスを掘り起こそうかな。クナウティアとカリフォも掘り起こそうかなと思ってます。ん、次は電車来たぞ。最近さ、この虫ばっかりおるんよ、ね、結構さ、この虫さ、動きにくいじゃん。捕まえちゃう。しかし、やかましいな。こんな感じ。
チューリップなんですが、これが白雲。この辺はさ、いいと思うがだけど、こっち側は完全にダメだよね。この辺って咲くかな？微妙かな？これアンタクティカ。いやー、なんか虫おるぞ。こっちは大丈夫だと思うけど、こっちがダメ。これはフェーバス。こっちはいいけど、こっちはダメって感じでしょうか。